なんでうちのチームはこんなに毎回毎回抑え投手が打たれるんだよ。結局8回と9回で逆転されてんじゃねえか。もうこんなチーム知るか。寝る。昨日は負けたけど今日は勝つぞ。皆さん、野球はお好きですか？私は大好きです。こんにちは、2割8分です。今回は私が大好きな野球本を紹介していきたいと思います。今回紹介させていただく本はこちら、ドン！村瀬秀信著、4522敗の記憶、ホエールズ&ベイスターズ涙の球団史です。この本はホエールズ・ベイスターズの歴史を追う叙事史、そして選手たちを追った群像劇です。この本の素晴らしいところは、読んでいて作者の熱を感じられることです。その熱とは、作者の野球愛、そしてホエールズ愛、ベイスターズ愛です。野球が、ホエールズが、ベイスターズが好きで好きでたまらない。だからこそ、球団の歴史を語る文章裏からにじみ出る悔しさ、無念さ、もどかしさ、そういった感情がひしひしと伝わってくるんです。タイトルにある4522敗とは、球団創設以来、この本が執筆された年までに積み上げられた敗戦の数です。そう、タイトルに涙の球団史とあるように、このチームは涙なしには語れないのです。横浜銀行と揶揄された弱小ホエールズ時代、生え抜き選手冷遇の歴史、そして訪れる2000年代後半の暗黒時代。それでも星の光が届かぬ闇の中であっても、熱き心を持った選手が、コーチが、球団スタッフが、ファンが確かに存在していたのです。この本には、暗闇の中でもがく弱小球団が未来に向かって熱く立ち上がっていく、その過程が書かれているのです。群像劇と評したように、この本では数多くの選手にフォーカスが当てられています。迷いの中でもがき続けた古木選手が、チームのため献身的に投げ続けた木塚選手が、谷繁という偉大な背中を追いかけた相川選手が、そのキャリアすべてを横浜に捧げた打撃の天才、鈴木貴則選手が、個性あふれる選手たちの熱い生き様が本の中で息づいています。そしてこの本では、栄光の1998年メンバーのその後が語られています。1998年、それは横浜ベイスターズが日本一になった年です。すべてのパーツが見事に揃ったベイスターズ打線がこちらになります。走、攻、守、小技からホームランまで一部の隙もない打線です。好きな打線は？と聞かれた際、私が必ず挙げる打線の一つです。しかしながら、1998年を頂点に迎えたベイスターズの黄金時代はあまりに短いものでした。黄金時代を経験したメンバーはその後チリジリとなり、このメンバーの中で引退の形でベイスターズに残ったのは鈴木貴則選手だけでした。本著では自ら移籍を選んだもの、移籍せざるを得なかったものと、横浜を離れる結果になった選手たちの心情が書かれています。なぜ石井拓郎選手は広島に移籍したのか、故郷の富山に帰った進藤選手は古巣に何を思ったのか、横浜時代を知る者も少なくなった中、龍の正捕手谷繁選手が語るベイスターズとは、そしてチームに残った三浦大輔選手は何を思ったのか、球団の歴史を追う叙事史、そして様々な選手が織りなす群像劇、横浜ファンだけでなく野球が好きな人なら絶対に面白い内容のおすすめの一冊です。それでは皆様、またお会いしましょう。さようなら。